次は関節周りのトレーニングをします。引き続き頑張りましょう。おお。まず片足で立って軽く膝を曲げる感じで、体が一直線になっているつもりでお辞儀をする感じで、で上がる。これを15回で、こういう感じで速くなるんじゃなくて一回一回ゆっくり意識してやってください。じゃあいきます。はい、よーい、スタート。さっきと同じ体勢になって、お辞儀した後にこう体を開く感じで、リスクスな、まあ、この支えているお尻のあたりを、まあ、こうなんか刺激ながらここを軸に回す感じで、これも15回です。大丈夫ですか？じゃあ、行きますよ、スタート。ラスト。いいです。まず、まあ、普通に立って、まず右足から右足を、後ろの45度の方に滑らす感じで、次は真後ろで戻して次逆の45度の方に伸ばします。で、これは、できるだけ遠くに、この辺でやめるんじゃなくて、遠くまで滑らしながら、5周いきます。いきます。よーい、スタート。片足を、まあ、こんな感じでやって、お尻を上げて、この上げてる足を、まあ、細かく5回やった後に、下ろすで上げる5回下ろすを、10セットいきます。犯人大丈夫ですか？ OK です。じゃあいきます。よーい、スタート。
です。